万能細胞開発競争の渦中、 ES 細胞捏造事件が起こり、一時研究は停滞していた。しかし2007年、京都大学山中伸弥教授らのグループは、体細胞に山中因子と命名された遺伝子を導入することで、人工多能性幹細胞 iPS 細胞の開発に成功したが、同時期 MIT のラドルフ・ヤニッシュ教授らのグループもほぼ同じ実験に成功していた。